前回の動画では長い単語の比較級、最上級この形を勉強しました長い単語の時はもは、比較級ではもはっていうのを前につけて最上級の時はもーっていうのを前につけたんやねまあでもこのもはもーすとちょっといきなり出てきたよねまあこういうふうにして比較級、最上級長い単語の時にその印としてもは、もーすと使われてるんやけど 実はこのモはモスト自体も比較級最上級になっているんですえこれはどういうことかえ実はたくさんのっていう意味の単語を覚えているかなまあここに書いちゃってないけどメニーってあったよねえそして数えられないものがたくさんある時例えば水とかっていう時はマッチっていうのを使いましたえこれでハオメニーハオマッチとかって数とか量を聞いたりしたよね実は このメニーとマッチの比較級がモア、モストになってるね。なつまりモアはよりたくさんのそしてモストは一番多いっていう意味で使われる比較級最上級なんですまこのメニー、マッチがちょっと変わった形ではモア、モストになるんやけどそれを比較級最上級の時に長い単語ではま印として使っているっていう感じやったわけやねなので実はこういうふうに 今までは er, est, more, most をつけて比較級、最上級を作っていたんやけどこのよういうのは変わった変化をする比較級、最上級っていうのもあるんですめんどくさいね動詞の時もやったよね go が went になったりメイクがメイドになったりしましたなのでこれは覚えていくしかないのでちょっと変わった形になる比較級、最上級この動画に出てくる分ぐらいは覚えておいてほしいなと思いますちょっと順番に 見ていくことにしましょう。まず今紹介したのはメニマッチたくさんのの比較球はモアモストになりますよと一応例文を作っておくとこんな場合です私は彼よりたくさんの本を持っています彼と比べて彼よりたくさんのということなのでここは比較球の形にせなあかんよねそしてたくさんっていう many の比較級にするので more を使いますよと。なので I have more books than him. I have more books than him. 普通に私はたくさん本を持っていますやったら I have many books. ちょっと B がおかしくなったね。I have many books になるんやけどこの many を比較級で more にしましたよという形だね。 more books than him. こういうふうに、メニー、u c h は、比較級は、more、最上級は、most になりますよと。これ一つ目です。そしたら、変わった変化をする、比較級、最上級。二つ目。これもよく出てくる単語。good。良い、いいって意味ね。well。well は、上手にとか、うまくとかっていう意味です。実は、この二つの単語も、good だ、er、とか、weller とかではなく、 比較級は better 最上級は best になりますまあベストはよく聞くんじゃないかなまあベストアルバムとかベスト8に残ったとかっていうよねこれは一番良いアルバムとか一番良いまあ8つでベスト8って意味になったりするんやねえこれも一応文を作っときました例文作っときましたえ数は私よりサッカーが上手い私 よりうまいと比べて言っているので、これもやっぱり比較級を使いますよと。えっと、カズはサッカーがうまいですやったら、カズ plays サッカー。well。このよういう時に well を使います。になるんやけど、比べて言っているので、この well を better にしますよと。なので、カズ plays サッカー better。 そして私よりなので than me となっています。Kaz plays soccer better than me.Kaz は私よりサッカーがうまいと。Good, well の比較級は better そして最上級はベストになります。そしたら最後もうこれで終わりです。Good の反対です悪いという意味の単語をやっておきましょう。悪いは bad 悪いです。そしてその下の単語ちょっと難しいけどい l これは まあのの反対のような単語です。悪いとか特に体調が悪い時とかね病気のとか気分が悪いとかっていう時に使ったりしますこれの比較級最上級はどうなるかっていうと Warth, Worst になるわけです Warth, Worst ねで Warst もこれたまに聞くんじゃないかなと思います Warst ランキングとかって聞いたことない 下から順番にやっていくランキングやね。一番悪い方からやっていくランキングです。なので、この w o r s t は bad。一番悪いのを最上級で使われますよと。これも例文を作っておきました。I feel worse than yesterday.I feel worse than yesterday.feel というのは感じるという意味の単語です。なので、私は 気分が悪いですとかっていうときは、この bad を使って、I feel bad.I feel bad って言ったりするんだよね。それに対して、まあ今日気分が悪いと、昨日よりさらに悪い。昨日よりと比べて言っているので、この bad を比較級にしてあげないといけないよね。比較級。bad の比較級は worse です。なので、I feel worse than yesterday。I feel worse than yesterday。 私は昨日より気分が悪いという意味になります。こういうふうに bad, ill ていうのは w o r s え <worse S 2> 比較級は worse、最上級は worst になりますよと。こういうふうにしてちょっと変わった形で比較級、最上級を作ることもあるのでしっかり覚えておくようにしてください。